増上寺いかがでしたか？楽しくなかったですか？いいですよね。丸山随心稲荷大明神鐘の音です。指定史跡にもなっております。東照宮になります。東照宮大徳院霊廟の門です。ヘロー YouTube イエース。時間の荷物こと沢茂美です。旅ランということで増上寺のあたりを走っています。今ここはですね芝公園ですね。芝公園やっていきましょう。結構ですねこんな階段なんかも小高い山があってですね、まあ、走ったり散歩したりするにはとても楽しいです。その小高い山のうちの一つがここにある芝丸山古墳。これは東京都の指定史跡にもなっております古墳です。で全長は106メートルくらいで、もうだいぶ江戸時代くらいからですねもう切り崩されて形が変わってしまったらしいんですけども、もうこの芝公園の中にある大きな山のうちの一つです。その隣にあるのはこの丸山随心稲荷大明神です。ここは芝公園にある増上寺の南側、芝東照宮の南西側にしていきましょう。鐘の音です。参拝を済ませてランニングに行ってくると思います。古墳の頂上はですねこのように切り取られていて、過去の発掘ではそこにご遺体とかそういうものは発見されなかったということらしいですね。前方後円墳の丸い方の頂上には伊能忠敬先生の功績を、即死の功績を伝える碑があります。竹藪の中で虎もお出迎えです。結構ね階段とかもあって散歩にはとってもいいですね。これがですね芝公園です。今はこの丸山古墳、ここに行ってきました。この辺散歩しましたね。上が南で下が北になります。公園の中にはですねこれ愛って書いてあるから都営三田線ですかね、芝公園駅の出入り口があります。この辺周りは港区の区役所とかもあるんですね。ここが東照宮になります。後ろにはプリンスタワーがそびえています。プリンスホテルです。こちらは芝東照宮の御神木です。天然記念物、昭和5年に指定されたようですね。幹がだいたい6メートル。ありがとうございます。このイチョウの御神木は三代将軍徳川家光が植えたものと伝えられていますが、とすれば樹齢約400年弱、家康公の木もこちらに宿られているのでしょうか。4つある東照宮のうちの1つ芝東照宮です。東京の中心ですが神聖な面持ちです。徳川家康公を祀っております。霊祭のだらだら祭り、興味深いですね。宮の中には白鷹、白い鷹の金屏風も飾られていたので、ぜひ皆さん見てみてください。芝公園の中にはこのように芝生がですねいっぱいあって、晴れた日にゴロゴロするととっても気持ちいいですね。そして東京タワーが見えてきました。東京タワーです。港区立芝公園ですね。旧大徳院霊廟の門です。阿行運行の木造仁王像です。口が開いているので阿行ですね。口が閉じているので運行です。これは増上寺の幼稚園ですかねの門ですね。増上寺の正門に到着しました。正門でっかいですね。鳩が入らないように網が張ってあります。本当はですねこちらが浜松町方面、こちらが正式な参道になります。参道の方にもですね門があるんですが、今日はここから入っていきましょう。この木と油のこの独特な香り、結界の中に入ったんだなっていう感覚があります。大本山増上寺ということで境内結構広いです。見えてきました増上寺です。この東京タワーとのシルエットなかなか見られません。いいですね。鐘楼堂ですね。この鐘をゴーンと鳴らすとすごいんでしょうね。1933年に建てられましたが、一回喪失して戦後に建て直されています。平日の昼間は今ほとんど私しかいませんね。こんな感じです。
増上寺で最も大きなこの大殿の中は金色の蓮の花に囲まれた菩薩が置かれており、極楽浄土を視覚的に再現したような作りになっています。ぜひ見てください。大殿の中では日曜説教なども行われており、行ってみたいです。おっと、この中からもお経が聞こえております。靖国殿の中には徳川家の家系図が飾られていたり、先ほどの靖国殿の裏手は徳川家の霊廟になっています。この廟の中は平日は11時から1000円か500円で入ることができます。徳川将軍家のお墓の中は当時の最高技術で作られたお墓が多数あるということなので、ぜひ見てみてください。こちらは大納骨堂ですね。この通路マニアックですね。ここは実は徳川家ゆかりの茶室、帝京庵の入り口なんです。普段はですね、ここで一杯お茶が立てていただけるんですが、今はコロナの影響で、閉まっております。増上寺いかがでしたか？なんか楽しくなかったですか？いいですよね。普段はですね、境内の中で能を披露していたり、あの演舞を披露していたりですね、それぞれ時期時期の季節によっていろんな催し物が開催されてるんで、こんな東京タワーこんな間近に見えるんですよ。東京タワー前という交差点です。昔私が小学校中学校くらいの時にあったテレビゲーム、ファミコンですね、あれでこの芝公園、東京タワーっていうのが、この地域はですね非常に重要な役割を果たすゲームがあったんですよ。それが大好きでずっとやってたんですけどね、まさか今ここをそうやって実際に走ることができているとは、嬉しいです。ここはそのプリンスホテルの入り口です。実はこの芝公園の敷地内にプリンスホテルが2個あって、こっちが古い方ですね。あとは南側の方に高いプリンスタワー、それが建ってます。あのビルはアタゴグリーンヒルズ森タワーです。ここは芝公園3丁目の交差点、プリンスホテルの正面入り口です。この石垣、これもなんか当時のものっぽいですね。都営三田線の御成門の駅です。優勝院霊廟二天門です。ここの宝木殿と多聞殿が置かれています。この多聞殿見てください。筆と巻物を持ってすごい顔でひげを生やして、私は大好きです。象が大きな耳を表しているのでしょうか。おしゃれなカフェルパンコティディアンです。ベルギー発祥のパン屋、こちらがですね港区役所です。だいたい一周したということでですね、この芝公園いかがだったでしょうか。まあぐるぐる回るとね、5、1時間、もうちょっとかけてだいたい10キロとかぐるぐるやってると走れるかもしれません。それじゃあまた、イエース。